すするさんの,そのすする TV でもお店に行ってレポートされてる時そうですねあの、うん、原稿は結構やっぱそテンポを意識して作ってるのでのあの耳にこう入ってきやすいように <laughs> そういう作りになってますねあ。あれはお店で話されてることっていうのもまあ、まあ、なんか言葉悪いかもしれないですけど台本があった上でまあ感想を述べたりその場の。 まあ、あの基本店内で僕一切もう喋らずに、まあ後から何て言うんですか台本をも書いてそれを後でナレーションで入れるっていう形なんで<あ>そ、まあ、じっくり考えてからやることができるんですよね。なるほど。フリースタイルバトルというよりはレコーディングしてからきちんとリリースしたいみたいな。あどちらかというとそうですね。す、は、る、い、<laughs> と「すするバンド」というものも組まれているかと思うんですけど、はい、これはどんな バンドなんですかこれはまあ最初は YouTube の視聴回数が1,000万回とか2,000万回そのメモリアルな時にちょっと曲を出そうっていうもともと僕がバンドサークルに所属しててその僕を「する TV」で誘ってくれた先輩も同じサークルだったのでまあ一応曲を作ることはできたんですよね、まあ、そういうのもあってちょっとラーメンの曲を作ってみようっていうことで始めたんですけど最近はちょっとあんまり更新できないんですけど、ね、またちょっとやりたいですよね。 そのすするバンドで作った曲のすするさんとしてのこう歌詞のパンチラインっていうのはどこですかあ<ー笑>あ、歌詞のパンチラインか。どうですかねで。その歌詞は結構あの僕の,その大学の時先輩が書いてくれてるので、なんだろうな。まあ、そんなにこう自分、僕自身がすごい歌詞に思い入れがあるっていう感じではないですね。 先輩の歌詞があまりじゃあ響かなかったいや。そういうわけじゃないですけど、<laughs> 全然そういうわけじゃないですけど、すごくうまく作ってくれてるし、曲もキャッチーでいいと思うんですけどね。なんかぜひ、ちょっとその曲のワンバスぐらい実演で歌っていただきたいんですけども。<laughs> いいすかうめーすんげぇ、うん、めどんぶりのファンタジー。す、すんげぇ。<laughs> これいちょっとマイク落ちちゃったん、ね、で。<laughs>